今日の Vlog はこちら GH1 で撮っていきたいと思います。こちらのカメラはね、昔多分なんだろう、これ動画が綺麗に撮れるかなんかで買ったような記憶があるんですよね。そんでこれで車の写真と動画と両方撮れるからいいなと思って多分買ったんだと思ったんだけどな。まあそんな感じだったと思うんだけど、今日の Vlog はこちら GH1 で撮っていきたいと思います。とりあえずこれもハイビジョンが撮れるんで、フルハイビジョンね。多分大丈夫なはず。これで Vlog 撮っていこう。ちなみに私はね、ほんとカメラのことよくわかってないんですよね。なんか使えればいいやという感じで買ってしまうので、まあ多分評判のいいのを買ってるんじゃないのかな。何なんだろう、そんな細かくカメラの知識とかそういう写真の知識があるわけではないので、まあ適当な、このカメラはこんな感じだったよっていう感じの動画になってしまうと思いますが、まあよろしくお願いします。詳しく知りたい人はなんかね、ちゃんと詳しくやってるところで調べてみてください。朝食はいつもおなじみこちらのセット、トマトジュース、ヨーグルト、ヤクルト、お茶、こちらで朝食をいただきたいと思います。いやー、しかし今日も外はすごい雨、困りましたね。今日もまた外に取りに行けないですね、これは。そして、何を言おうとしたか忘れたから、まあいいか。今日も雨ですね。こう毎日雨だと嫌になってきますね。そして今日は、このね、カメラ、動画モードで撮っておこうと思うんですけど、動画モードで撮るとやっぱりオートフォーカス、こう撮る瞬間は動くんですけど、その後こう追尾していくっていうのかな、まあ、ないみたいですね。この動画モードじゃない方だと移動するみたいですけど、そっちだとシャッターモードとかそういうのが固定できないんで、まあちょっとマニュアルで撮っていきます。今日のコーヒー豆、これ映ってるかな。でもやっぱちょっと望遠側にしたんですけど、望遠にしちゃうと手ぶれがすごい。どうもだるいもんです。今日はこちら GH1 で撮っていくのですが、やっぱりバリアングルがあると楽ですね。この手ぶれがね、ちょっとやっぱこのなんて言うんだろう、一眼タイプになってくると重たくなってくるのでプルプルし始めますね。まあこんな感じで今日も Vlog スタートしていきたいと思います。ではもしよろしかったらチャンネル登録もしといてください。では今日の Vlog スタートです。今日もね、雨なんですよ。そしてまあそれは最初に言ったか、また激しい雨が降るかもしれないんでね、ちょっと怖いですね。今日ものんびりやっていこうと思いますが、なんか今日もだるいな。とりあえず渋谷に到着。GH1 もやっぱマイクの音量がないんで、音声がどれぐらいで入ってるのかわかんないです。とりあえず会社に到着しました。会社に到着してもね、やっぱり東京も雨なので、撮りに行けないなぁ。これは困りましたね、ほんと。今日の朝の一杯はこちら、クノールカップスープ、ポタージュ、トロトロクリーミーをいただきたいと思います。うっすらと寒いので、あったかいので行きたいと思います。ってか、毎日あったかいのは飲んでいるのですが。これ、あれが出ちゃってるな。設定変えないと、これ変えられるのかな？ちょっと、設定を見てみたいと思います。シャッタースピード50だと大丈夫なのか。ちょっと60になってたから、何メガヘルツの切り替えがなかったんで、もう50でやれば大丈夫かな。ちょっと、これシャッタースピードの固定ができないのがちょっと痛いな。ポタージュは相変わらず美味しいですね。これ飲んだら仕事をしたいと思います。今日のお昼はセブンイレブンのミックスサンドと、
インスタントコーヒーゴールドブレンドでいきたいと思います。いやー、今日は本当雨だからどこも取り行けないからこんなものを取ってしまっているのですが、こんな感じでいいのでしょうか。なんかやっぱりミックスサンド、セブンイレブンのがなんか入ってる具がいいような気もしますね。とりあえずコーヒーでも入れていきたいと思います。いやー、それにしても雨音がすごいな。まあハムレタス、あ、動いちゃった。まあハムとレタスとチーズですね。まあこんな感じです。うん、中身の具も端っこまで入っております。ハムレタスサンド美味しくいただきました。次はツナですかね。まあツナも結構好きな方ですね。ツナもね、中身確認したところ後ろまでちゃんと入っていました。うん、具が中までたくさん入ってるとちょっと嬉しいですからね。さて最後に残った卵サンドいただきたいと思います。セブンの卵サンドは卵と他にハムも入ってるんですね。今まで気づかなかった。そしてセブンの卵サンドはなんか卵は細かくしてないんですね。結構大きめにざっくりざっくりした卵が入っています。いやー、食ったお腹満腹。まあとりあえずご飯も食べたのでコーヒーを飲んでまた仕事再開したいと思います。いやー、今日会社に一人なんでね、なんかあんま仕事する気になんないんですよね。まあ急いでやる仕事もないので、ポツ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 なんか時間つぶしに仕事をしてるという感じです。さあ今日も仕事終わりました。やっと帰りです。いやー、しかし帰りも雨ですね。六本木ヒルズがもう上の方見えてないな。すごい霧というかなんというか。いやー、なんか混んでるわ今日。まあでも今日も安全運転で帰りたいと思います。昨日ね、昨日は自己渋滞にはまって帰り2時間ぐらいかかったんですよ。2時間以上かかったのかな。いや、昨日は大変だった。まあ今日は事故にはまらず帰りたいと思いますが、そればかりはわからないのでね、まあ、東名まで行ってないと、行かないとどうなってるかわかんないんで。困りましたね。なんかとりあえず何かを取っとかないといけないという、この無事地元に到着です。とりあえず無事家まで到着です。雨の日の運転は疲れますね。まあ今日のキュウリも変化はないですね。まあという感じで、こちらのルミックス GH1 で動画を撮ってきたのですが、なんかこれはこれでなんかいいような気がしますね。なんか、今でも使いやすいかもしれません。ただまあフル HD だってだけなんでね。本当はね、GH2 も持ってたんですけど、それはまあ売ってしまったんですよね。なんかあんま、なんで売ったんだろう。なんか覚えてないけど、なんか売ってしまいました。で、なんか GH3 はちょっと大きくなっちゃったんで、それは買い替えないで、α7R を買った記憶があるようなないような、なんかそんな、だったような気がしなくもないですね。なんかこれ辺のボディの大きさがやっぱちょうどいいですよね、なんか。この辺のボディの大きさが本当使いやすい。まあこれはでも、このカメラはこのカメラで、また久しぶりに使ってみて、まあ、良さがよくわかりましたね。ということでね、次のカメラはこちら、α7R。こっちはね、未だにまだオールドレンズなどをつけて写真を撮って使っております。なんかこれはこれでやっぱ使いやすいんですよね、本当。これオールドレンズつけて使うのにすごい使いやすいです、このカメラは。こんな感じです。じゃあでは次回の動画はこちらなのですが、今度の動画はこちらで撮っていきたいと思います。まあこのチャンネルはね、本当なんて言うんだろう、自分のが気分が乗ってる時は毎日更新、ちょっとあれしてる時は不定期という感じの、そんな感じのチャンネルなのですが、もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。